する緑茶割り。二度寝しちゃいました。二日目の朝です。朝はバイキングになってます。さっき紹介します。卵。お、美味しそう。ワッフルとハム。あ、めっちゃある。ベーコンとソーセージ。充実してますね。あ、美味しそう。サバ。わかんない。煮物。すごい、納豆とかもあるよ。かなり日本人向けで、納豆にフルーツに、サラダ。お漬物とかも超充実してる。パンです。パンと。いろいろ。おはようございます。ゆっこ。はい。今日は2日目となります。はい。朝いなかったけど。はい、ごめんなさい。寝てたんか。ちょっとね、気持ちよくてちょっと二度寝しちゃいました。二度寝しちゃいました。失礼しました。失礼しました。今日はハイビスカスオーキッドコースを回ります。はい。昨日言ったように、ゆっこは80代。80代。私は70代で、回れるように頑張ろう。はい。で、罰ゲームが2人になるか、うん、1人になるか、うん、みたいな感じです。はい。で、このコースはですね、7番ホールがね、すごい難しいホールとなってるらしいんで、またその時に話します。はい。なんか意気込み言って。意気込みは、いっぱい寝たんで大丈夫なはずです。うん。はい。体もね、結構軽くなったね、昨日より。うん。睡眠大事ですね。睡眠大事、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。お、いいじゃん。マッチが木の右から攻めていくらしいです。左。オッケめっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。でかい。ああ、ちょっと大きかった。やったー。いい感じだったもんね。ね、綺麗にふわっと玉が上がってた。
うん。でかいか。でかいぞ。止まれ。なぜ？大丈夫。普通パッドで行こう。普通パッドで行こう。バンカーに入ってると思ったらワンオンしてたぜ。素晴らしい。これはびっくりだわマジで。しかもめっちゃいいとこ。めっちゃいいとこ。いいとこ。超横だし。うまくフェードを打った。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。